そうだ。もう一人受け取ってくれそうなやつがいた。琴美、琴美、琴美。おい、気づけ。琴美ちゃん。ともやくん。って、なんでこれで気づくんだよ。どういうご関係ですか。こういう関係としか言いようがない。そっちの人は？これを私に来ました。よかったらどうぞ。 いじめっ子？いじめてるわけじゃない。お前にプレゼントしたいんだって。プレゼント？はい。よかったら私のお姉ちゃんの結婚式をお祝いしてください。お星様。いや、人手。人手？人手っていうと学名はアステリアスアムレンシス無脊椎動物棘皮動物門。英語では スターフィッシュとかシースターとか呼ばれる肉食の海生生物のあの人で、はあ、すごいです。岡崎さん、この人フーコより人手に詳しいです。ああ、さすが天才少女だ。動物のことはあまり詳しくないの。そんなことないです。あなたのような方にこそ受け取っていただきたいと思います。ぜひどうぞ。プレゼント。 気分院の勧誘？ああ、ついてきても面白いことないぞ。そんなこと言うなよ。僕も渚ちゃんの役に立ちたいんだからさ。お前本気で渚のこと好きなのか？もちろん。こんなに真剣に誰かを愛したのは初めてだ。この先の図書室に謎の美少女が一人いて、いつも難しい本を読んでいる。話しかけると飯をおごってくれることもある。めちゃくちゃ可愛くてピュアで頭が良くて、 しかも彼氏もいないっぽい。紹介してください。今もいると思うぜ。言ってみろよ。何やってんだあいつは。敵に無視されました。すごいためだな。話しかけても口説いても一切反応しやがりません。 頭に来たから本をぶちまけたり、本棚倒したりしたけど、それでも無視。何者っすか、あの女。一ノ瀬琴美だよ。知ってるだろ。あ、一ノ瀬琴美。有名な天才少女か。まあ僕らとは別の世界の住人ってことですね。ああ、無駄な時間使っちゃった。別の世界の住人か。 おい、琴美。琴美ちゃん。あ、智也くん、こんにちは。智也くん、ご本を散らかしたらいけないの。相変わらずだな、お前。演劇部？前に話したろ、部員募集中なんだ。放課後、部長に会いに行ってみないか。 その人いじめない？それだけは絶対にないから安心しろ。こいつが新入部員候補だ。ほら、挨拶しろよ。智也くん、こんにちは。俺にじゃない。ほら、まず自分の名前を言う。琴美、ひらがな3つで琴美。呼ぶときは琴美ちゃん。漢字一文字で渚です。 呼ぶときは人によって違うんですが、渚ちゃん。はい。名前以外に話題はないのか、お前ら。名字は一ノ瀬。古川です。A 組。 B 組です。A 型。私も A 型です。カツサンド。アンパンです。アフリカゾウ。猫さんです。はい、ストップ。すでに意味不明のやりとりになってる。こいつは、こう見えて鬼のように頭がいいから受験勉強する必要がない。 本が好きだから難しい言葉もたくさん知っている。つまり新入部員としては絶好のって何やってんだよ。大丈夫ですか。玉手箱。違う。渚も何か言ってやれよ。あの、髪の毛ツヤツヤで羨ましいです。で、違うだろう。演劇部に勧誘しろって言ってんだよ。前に練習しただろ、スピーチ。
一緒に青春の涙を流しましょうとかなんとか言えよ。涙流さないとダメなの？そういう演技が必要な時は泣かなければいけないこともあると思います。私泣きたくないの。それでも泣かないといけない時は泣くんです。なぎさちゃんいじめっ子？違います、いじめっ子じゃないです。あ、団子大家族。団子大家族好きですか？うん、大好き。それじゃあ今日は俺琴美を送っていくから。はい、また明日。今日ね、ちょっと怖かったの。初めて会った人と話をするときはいつもそうなんだけど、でも渚ちゃん優しかったの。そんなに人見知りなのに、なんで俺とはすぐに話せるようになったんだ？渚ちゃんとってもいい人。団子大家族の絵も上手だし。ま、そういうことにしておこう。渚ちゃん、智也くんの恋人？違うって。ったく、今日もお前もなんでそんなことばっか言うんだ。今日？ E 組の委員長で、ちょっと凶暴なやつだ。そうだ、智也くん、私寄りたいところがあるの。本当にマイペースだな、お前。ん？つくづく本が好きなんだな。お勉強たくさんしないと立派な人になれないの。そんなもんかね。いくら本が好きだからって本屋や学校の本を切り抜いちゃダメだ。せめてこっそり紙に書き写すとか。でもそれも怒られそうだな。そう？やっぱりもう少し他人と関わった方がいいぞ、お前。いじめる？いじめる？いじめないからとりあえず挨拶しろ。ともやくん、こんにちは。よし、つかみはオッケー。次はいよいよ本番だ。あのさ、私どうすればいいわけ？ほら、ことみ。ことみ、ひらがな3つでことみ。呼ぶときはことみちゃん。いじめっ子。この子有名な天才少女でしょ。なんであんたみたいな健康低能児と一緒にいるの？誰が健康低能児だ！いじめる、いじめる。そこ怯えなくていいから。こういうやつなんだよ。お前交友関係広いだろ。だからこいつとも友達になってくれないかなと思ってさ。頼まれて友達になるのってなんか違わない？友達ってのは与えられるもんじゃなくて作るもんでしょ。こんな時ばかりまともなこと言いやがって。大体なんであんたがこの子の面倒を見てるわけ？渚の手伝いはどうしたの？それも継続中だ。俺は意外と面倒見のいい性格らしいんだ。はあ、あの子にまた新たなライバル登場か。何か言ったか？別に。じゃ、私用事あるから。そうそう、私今日藤林今日っていうの。じゃあね。まあ、いきなりハードルの高い相手だったことは認める。でもお前もお前だぞ。本ばかり読んでないで少しは人と会話する術を身につけた方がいい。ボケやツッコミとか。ボケやツッコミ、ちょっとずつ練習していこう。目指すは友達100人だ。友達100人？智也くんすごい。ごめん、俺そんなに友達いないわ。あ、いや、ここはハテナ顔じゃなくツッコミで返してもらわないと。ツッコミ。あ、なんでやねん、君とはやっとれんわ。ほな、さいなら。善と多難だな。お友達ですか？ああ、友達募集中なんだ。ほら挨拶。ともやくん、こんにちは。そのネタはさすがに鮮度切れだぞ。あの、岡崎さんと一ノ瀬さんはどういう？
授業のサボり仲間だとでも思ってくれ。俺は不良でこっちは天才だけど。あの、よかったらトランプ占いをさせてもらえませんか？おお、初対面の話題作りにはいいかもな。どうぞ。いじめる？いや、俺に聞かれても。今日の運勢占いです。好きなカードを3枚選んでください。見せてください。一ノ瀬さんには友達ができないと思います。俺の努力を真っ向から全否定するな。待て待て待て、逃げても事態は変わらないぞ。現実を直視するんだ。りょうちゃん、いじめっ子？そんなことないと思います。いじめたろ。友達ができないってきっぱり言い切っただろうが。でも占いは外れることもありますから。悪い結果が出ても本人や周りの人の努力次第で未来を変えることもできると思いますし。そういうものなの？はい。だって私も一ノ瀬さんは楽しい人だなって思いますから。それじゃあ友達になってもらえるのか？はい、私でよければ。まあ、ああいうところは凶暴な姉とは大違いで助かる。りょうちゃんもあんまり怖くなかったの。相手が藤林じゃなかったら引かれてたぞ。まずは基本中の基本、自己紹介を身につけなきゃダメだ。こんにちは、はじめまして。3年 A 組の一ノ瀬琴美です。趣味は読書です。もしよかったらお友達になってくれると嬉しいです。そうだ、次の休み時間はその練習だ。誰か適当なやつは。あ、何やってんだよ友よ。クマさん、パトロールじゃないよな。ぬいぐるみの点検でもしてるのか？そうだ、こいつに挨拶してみろよ。こんにちは、はじめまして。3年 A 組の一ノ瀬琴美です。趣味は読書です。もしよかったらお友達になってくれると嬉しいです。気に入られたみたいだな。ふわふわしてるの。お前ってクマのぬいぐるみとか好きなのか？うん、大好き。おい岡崎、こんなところにいたのか。一緒に昼。うわあ！てめえこの前僕を蹴り飛ばしたクマ！そこ動くな！こないだのリゾンベだ！リゾンベ？あいつ英語はいつも赤点なんだ。相変わらず見事な蹴りだ。よいしょ。ん？小山、今日は女の子とサボりかい？俺はサボりだけど、こいつは正真正銘頭いいから授業免除です。こんにちは、はじめまして。3年 A 組の一ノ瀬琴美です。え？趣味は読書です。もしよかったらお友達になってくれると嬉しいです。そうかい、あんたがあの一ノ瀬さんとこの琴美ちゃんかね。知ってるんですか？この町で暮らしてれば知ってるものも多いだろうよ。何しろご両親が立派な学者さんだからね。学者？お前の親って大学教授か何かなのか？うん。そっか、両親からして俺なんかとは出来が違うわけだ。あ、みっけ。ほら、いじめないから。いい子いい子。友達は頼まれてなるもんじゃないんじゃなかったのか？そうよ、だから私の方から来たんじゃない。でもまだお互いのことをよく知らないのよね。一緒にどっか遊びに行けばいろいろ分かり合えると思うんだけど。ということで、解消の見せ所だと思わない？お前俺にたかる気か。寮にも声かけとくから、後でどっか面白いとこに連れてってよ。面白いとこってここ？いいとこだろ。あのね、カラオケとかゲーセンとかファミレスとかそういうのを期待してたの、こっちは。あの、
それより大勢押しかけてきて迷惑なんじゃ。 いいえ、嬉しいです。ここがこんなに賑やかになることはめったにないので。チャンス作ってやったんだから活用しなさいよ。ここらであんたも前に出とかないとね。こんにちは、はじめまして。3年 A 組の Ichinose Kotomi です。趣味は読書です。もしよかったらお友達になってくれると嬉しいです。3年 B 組の古川渚です。趣味は演劇です。もしよかったらお友達になってくれると嬉しいです。3年 D 組の藤林亮です。趣味は占いです。もしよかったらお友達になってくれると嬉しいです。3年 E 組の藤林京です。趣味は弱い者いじめです。もしよかったらお友達になってくれると嬉しいです。って誰の趣味が弱い者いじめよ。岡崎さん、見たか琴美、今のツッコミ。このタイミングを身につけるんだ。私本当はとても強いからいじめないでほしいの。君とはやっとれんわ。なんか私の思惑と違う。いっそお前ら全員演劇部に入れよ。これだけ人数がいりゃ生徒会に認めさせるには十分だ。部長には悪いけどそれはパス。私も寮もお芝居やる気はないんだから。でもよかったらちょくちょく遊びに来てください。ツッコミのタイミングを見てるだけでも勉強になりますから。私もたくさんたくさん練習していつかは立派なツッコミができるようになりたいの。琴美ちゃん偉いです。私応援しますから頑張ってくださいね。あの、私にも応援させてください。頑張りましょう、3人で。うん、はい。変なグループができちゃったわね。頑張りましょうね。お前もその一員だぞ。まあいいか、あの子も楽しそうだから。岡崎さんのツッコミはとっても厳しいんです。だから時々めげ…どうかしましたか、琴美ちゃん。おい、琴美。あの、何か。おい、琴美。どうしたの。すみません、うるさかったですか。あ、いや、そういうわけじゃないんだけど。琴美ちゃん、どうしたんですか。バイオリン。あの、よかったら弾いてみませんか。いいの。ええ。琴美、あんたバイオリン弾けるの。俺に聞くなよ。ショックで鋭敏するところだったぞ。なんでやねん。そうね、よし決めた。あさって月曜日、あんたのバイオリンの発表会をする。なんでやねん。いいのか、琴美の演奏って。大丈夫です、ずいぶん上手になりましたから。なんでやねん。というわけで私たち二人きりになっちゃったけど、何して遊ぶ？疲れたから寝る。なんでやねん。ともやくん、ともやくん、ともやくん、ともやくん。うっとり。ことみか。ともやくん、こんにちは。こんにちはじゃない。ごきげんよう。あのな、人がせっかくいい気持ちで寝てたのに。だから子守歌を弾いてみたの。ショックで鋭敏するところだったぞ。岡崎、何なんだよそいつ。お前の知り合いか。こんにちは、はじめまして。3年 A 組の一ノ瀬琴美です。
趣味は読書です。そして武器はバイオリンだ。構えてから発射までわずか 0.2 秒の早技。倒した相手は数知れず。私バイオリンで相手を倒したことなんかないもん。今現に倒れてるんですけど。こら、琴美あんたって子は。琴美ちゃん、やっぱり今の音琴美ちゃんですか。きょんちゃん、りょうちゃん、なぎさちゃん、みんなまとめてこんにちは。こんにちはじゃない、ボンジュー。ちっこう、ボンジュー。全然会話にならないのはなんで。とりあえず落ち着いてください、きょんちゃん。そうだ、こいつのペースにはまったら負けだぞ。わかってるわよ。あんたはここで何やってんのよ。バイオリンを弾いてるの。それは音楽室にあったやつでしょうが。貸してもらえることになったの。そんなに好きならしばらく使ってみませんかって。迷惑なことを。それではもう一曲。弾かなくていい。チーズ。ともやくんじゃありませんか。面白くなかった。いや、悲しそうに瞳を伏せられても。ほら見なさい、あんたのギャグはタイミングも悪いし振りにも勢いがない。芸人として致命的よ。分かったらそっちの隅で素振りでもしてなさい。お前ら何の話してたんだよ。何か他のことさせとかないと。あの子またバイオリン弾き始めるでしょ。こんにちは。りょうちゃんじゃありません。皆さんもういらしたんですね。なぎさちゃんじゃありません。ほらほら、タイミング悪いから最後まで言い切れないのよ。もう一回トライだ、琴美。分かったの。なぎさちゃんじゃありませんか。琴美ちゃんじゃありませんか。きょうちゃん、これでいいの。いいことにしときましょう。珍しいものがいっぱいなの。私も開けてみるのは初めてです。演劇部の部員集めは進んでるんですか。まだですけど、学園祭までには人数を揃えたいと思ってます。なぎさちゃん、これ何。魔法のバトンみたいですね。魔法のバトン。振りながら呪文を唱えると星がバーッと散って変身したりするんですよ。ディービ、マグヌム、イノミナンドゥーム、シグナ、ステルラム、ニグラルム、エファニ、ホルミス、サドクエ、シジルム。何も起こらないみたいですね。ちょっと発音が悪かったのかもしれないの。でも琴美ちゃんすごいです。私もそんな風にスラスラとセリフを言えるようになりたいです。すっかり仲良くなっちゃったわね。お前は話に入ればいいのに。私にバトン持って変な呪文唱えろっての。そんな光景想像できる。ピラルクギョ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 。お魚大好き。泣くまで殴っていい。すみません。何やってんだ。やっぱり自分よりバイオリンの方が得意だっていう話になって。弾くならよそで弾きなさい。演劇部の評判が悪くなったら部長に迷惑でしょ。あの、私は別に。私やっぱりたくさんの人に聞いてもらいたいの。はあ、ずっと図書室に引っ込んでたお前がそういう気持ちになったのは大切なことなんだろうが。それにこのバイオリン、そのうち音楽室に返さなくちゃいけないから、今のうちにたくさん弾いてあげたいの。お姉ちゃん、なんとかしてあげようよ。そうね。よし、決めた。明後日月曜日、あんたのバイオリンの発表会をする。発表会？その時には
もっとたくさん人集めてあげるから。だからそれまでここでバイオリン弾くのは禁止。発表会。うん、私練習してくるの。私もついていっていいでしょうか。私も行きます。じゃあ俺も。私はこいつと発表会の相談するから。それじゃあ私たちだけで行ってくるね。それじゃあね、ともやくん、きょうちゃん。相談って何を相談するんだよ。あんたとことみを話すための口実よ。あの子いつもあんたにべったりでしょ。ちょっとは他の人と行動した方がいいと思って。確かにそうかもな。というわけで私たち二人きりになっちゃったけど、何して遊ぶ？疲れたから寝る。めちゃくちゃ失礼ね、あんた。寝てる間に襲わないでくれよ。あいつらほっといて大丈夫かな。あんたって本当に甘やかしなんだから。寮も部長もついてるんだから心配ないわよ。あの二人だから心配なんだが。ねえ、あんた今付き合ってる女の子いないんでしょ。もしもどこかにあんたのことが好きで好きでしょうがない女の子がいたら、付き合う気ある？なんだよいきなり。いいから答えてよ。もし付き合ってもこっちは不良のろくでなしだぞ。向こうがすぐ愛想つかすだろ。不良って意外と憧れの対象だったりするのよ、特に優等生の子からは。それじゃあ篠原も憧れの対象か？それは死ぬほどありえないわね。参考になったわ。それじゃあまた明日。日曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は全国的に五月晴れの良いお天気となり、各地で様々な催しが行われています。渚もまだ起きてないだろうし、また篠原のとこにでも。まさか琴美！ともやくん、こんにちは。日曜だってのになんで来てるんだよ。校舎に住み着いている妖怪か何かか、お前は。あ、何か妖怪。その先はいい。ともやくん、いちめっこ。あまりにもベタすぎるのでとっさに止めてしまった。今のは何かご用ですか？の砕けた言い回しである。何か妖怪と空想上の存在であるところの妖怪を引っ掛けた、とっても高度な。だから高度でも何でもないっての。10の上くらい。はっきり言ってものすごく低レベルだぞ。やっぱり一目っ子。名誉図書委員。毎日毎日鍵を借りてたら、司書の先生が鍵をくれて名誉図書委員にしてくれたの。はあ、それで日曜も図書室が良いか。いつもは5本を読んでるんだけど、今日はバイオリンの練習なの。演劇部室は使っちゃダメって言われたからここで。それが今日の弁当か。本当はね、もしかしたらともやくんが来てくれるんじゃないかって思ったの。だから二人分。来なかったらどうする気だったんだ。わからないの。でも来てくれたから。アップルパイなの。初めて作ってみたからうまくできたかわからないんだけど。本格的だな。リンゴはちゃんと紅玉を使って、仕上げにラム酒で伸ばしたアプリコットジャムを塗ったの。紅茶もね、初めてちゃんとお茶っ葉を使ってみたの。いただきましょう。いただきます。これ本当に初めて作ったのか。美味しくない。いや、めっちゃうまい。え、初めて作ったなんて信じられないくらいだ。これならいくらだって食べられるぞ。っておい、どうした。叩くと動作不良が治るなんて、電化製品かお前は。本当に美味しい。本当に本当。本当に本当だ。よかった。とっても
とっても嬉しいの。ともやくん。あ。おとといはウサギを見たの。昨日は鹿。今日はあなた。ことみ。これからまたバイオリンの練習か。お腹いっぱいになったからちょっと休憩。あのね、ともやくん、もしともやくんが嫌じゃなかったら二人で一緒に五本を読みたいの。なんだ、あのな、本ってのは二人で読んで楽しいもんじゃないだろう。そう？うん、それじゃあお前が読んで聞かせてくれるか。私が？俺は琴美が本を読んでるのを見るのが好きだし、琴美の声も好きだからさ。あと難しい科学の本とかはダメだぞ。小説か何かにしてくれ。うん。漫才師養成学校に合格するためにバイオリンの練習をしているの。いや、いくらなんでもその設定は無理があるだろう。バイオリン漫談なの。なんでやねん。団子ねやねん。叫ば私は嬉しい。団子パンを似ているんです。今晩から団子たちが恋を始めるんです。団子たちが。占いの結果、岡崎さんは分裂心理と診断されました。なんで占いでそんなことがわかるんだよ。そんな見方こそが分裂心理というものです。ダメよ、リョウ。そいつは私の患者よ。そろそろ登場するだろうと思ったよ。パンを煮る好機は実に人間の心理を不健康にするものなのよ。意味不明だし。それも全くパンを煮る好機のせいで。ともやくん。ともやくん、うなされてたの。ちょっと変な夢を見てたんだ。怖い夢というよりデタラメな夢だった。それじゃあともやくん、また明日。ああ、また明日。あのね、ともやくん。なんだ。今日はともやくんが来てくれてとっても嬉しかったの。俺はほとんど寝てたぞ。それでも嬉しかったの。ああ。じゃあね。Ichinose Kotomi、バイオリンリサイタル。これ書いたのはだよな。はい、京ちゃんに頼まれました。正直団子大家族はどうかと思ったけど、インパクトあるからありってことで。きっとお客さんたくさん来てくれます。でも本当に大丈夫でしょうか。前も部員募集のチラシを貼って叱られたことが。気にしない気にしない、後で私が適当に話し通しとくから。このズーズーしさは見習うべきだぞ、渚。周りを気遣ってばっかりいたら演劇部の再建なんてできないぞ。確かにそうかもしれません。さあ、放課後まで知り合いに片っ端から誘いをかけるのよ。悪いな、わざわざ。せっかくのお誘いですから。バイオリンのリサイタルなんて初めてですし。声かけといてこんなこと言うのもなんだけど、なるべく後ろでいつでも逃げられる体勢取ってた方がいいぞ。お前何やったの。一昨日掃除サボっただけだよ。俺だって生活指導のプリント忘れただけだぞ。それがなんでこんな目に。俺も半年前の早弁盾に取られて脅迫された。さすが今日院長権限で軽犯罪者を手当たり次第にしょっぴいてきたか。岡崎、何この人混み、ここで何があるの。お前何も知らずに来たの。今日に呼び出されたんだよ。すっごい美少女が会いたがってるからって。いや、モテる男は辛いって言うかさ。そうか、幸運を祈る。お近づきになれたら岡崎にも紹介してやるからね。じゃあね。もう少しだけ美しい夢を見せといてやろう。ミサイさんも来てくれたのか。
ラグビー部の連中に誘われてね。どうせ暇だったし、どんなもんかと思って。失礼、もしかしたら男子寮の管理人をされている相良美咲さんではないか。そうだけど。私は2年の坂上智代、あなたの噂は聞いている。伝説的な名生徒会長で、今は寮の仕事をしておられるとか。生徒会長、伝説的な。大げさよ大げさ。そんな大層なもんじゃないってね。私も生徒会長を目指している。そのうちお話を伺いに行ってもいいだろうか。大した話なんかできないけどね。それでもよかったらいつでもおいで。ミサイさん、席取っておきましたよ。じゃあね。ミサイさんが生徒会長ね。感謝するぞ岡崎、よくこの発表会に誘ってくれた。それじゃあな岡崎さん。サナエさん、おっさん来ちゃったんですか。私が声をかけました。娘に頼まれて来ないわけにゃね。私たち創立社祭は来られませんでしたから、せめて今日くらい。いいのか、ことみの演奏って。大丈夫です、ずいぶん上手になりましたから。あ、ことみちゃんです。可愛らしい人ですね。うちの娘ほどじゃないけどな。はい、いっぱいのお運びありがとうございます。俺、あいつにこんなもん売りつけられたんだけど。俺も300円で。今日のやつ商売してたのかよ。言っておくけど、耳栓は最後の武器よ。何でもないところで使った根性なしには罰が待ってるからね。ことみちゃん、みんなにご挨拶。3年 A 組の Ichinose Kotomi です。趣味は読書です。よろしくお願いします。よく言えました。みんな拍手。何をそのしけた拍手、もっと盛大に。なかなかいい前説するじゃねえか。あの方たち、どこかで会ったような気がするけど。キョウちゃんとリョウちゃんです。この間お友達になりました。そのうち連れてこい、盛大にもてなしてやるから。はい。それでは1曲目どうぞ。どこが上達してるんだよ。練習の時は上手にできてたんです。きっと緊張してるんだと思います。どさくさに紛れて何をするか。お客は息絶え絶えだったけどね。最後の曲はとっても上手に弾けていたと思います。お父さんも褒めていました。こんなに衝撃的なステージは久しぶりだって。よかった、嬉しいな。俺たち、なんでこんなにあいつのために一生懸命なんだろうな。あの子ってなんていうか、ちっちゃい子供みたいなところがあるのよね。ほっとけないっていうか、母性本能をくすぐられるっていうか。そうだよね。私も琴美ちゃんのためなら何でもやってあげたくなるもの。あんたもとことん人がいいわね。一応恋がたきでしょうが。ああ、恋がたきが何だって。何でもない、何でもないです。ん？ちょっと、何あいつ。何だ。岡崎さん。琴美ちゃん。なんだよあんた。何か話があるなら代わりにお聞きしますけど。おう、いや、日を改めることにしよう。ではまたいずれ。誰だあいつ。悪者。はあ、悪者。智也君ありがとう。智也くんに会わなかったら
こんな楽しい気持ちになることはなかったと思う。俺は何もしてないさ。渚も今日も藤林もみんなお前が好きなんだ。それだけだよ。もしそうなら本当に嬉しい。琴美、どうした？琴美ちゃん？